初め言われた時に、まあ、6週から8週と言われて、まあ、長いなと思ったんですけど、まあ、時間が経っても経っても結構幹部の痛みっていうのは全然引かなくて、これもう一回サッカーできるのかなっていうふうにちょっと思った時期があるぐらい結構痛みが引かなかったんで、なんか自分がサッカーしてる姿っていうのはまた考えられない状態が何週間かあったんで、僕の中ですごい焦って、まあ、これは大げさなんですけど、こうやって怪我で終わってく人がいる中で、まあ、自分としては初めての経験だったので、まあ、すごく怖いなっていうふうに思ったんですけど、まあ、だんだん痛みが取れてくる状況になったんで、それでまた前を向いてリハビリに取り組めたんで、まあ、そういう部分では自分の体と向き合う機会になったし、怪我しない体作りっていうのをこれからやっていかないといけないなというふうに改めて考えさせられる時間でした。そしては結構怪我で、まあ、少し落ち込んだ部分もあったんで、その時に子供が生まれて、なんかそこで気持ちがちょっと明るくなって、あ、ちょっと落ち込んでたなってそこで気づいた部分もあったんで、まあ、家族の力っていうのは本当に自分にとっての支えだったので、すごいいいタイミングで生まれてくれたなというふうに思います。僕初め沖縄来る前は沖縄に住むの結構不安というか、まあ、不安ではないんですけど、ここに住んでみると静岡に帰ると早く沖縄戻りたいなっていうぐらい、今はすごい沖縄が好きになって、で僕の奥さんも沖縄がすごい気に入ってて、奥さんは沖縄にずっと住んでもいいっていうぐらい気に入ってるので、公園もいっぱいあるし、子供が遊ぶという意味ではすごくいい環境で、僕は、まあ、子供が楽しいんですが、一番僕は幸せなんで、まあ、そういう部分で僕はいいなっていう、まあ、このような状況で応援に来るとかいうのもやっぱり大変な時もあると思うんですけど、まあ、皆さんの応援というのはすごく僕たちの力もあるし、まあ、その応援の期待に応えるためにも、まあ、僕たちが琉球らしく楽しいサッカーを展開して、結果、皆さんにお願いできるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。